手作り動画七夕制作。今日は七夕制作の織姫と彦星を作ろうと思います。材料は花紙、折り紙、画用紙、果物を包むもの、トイレットペーパーの芯です。あと靴下などを買うとついてくる、これを使います。厚紙としていらない箱も用意します。この箱に半径12センチの円を描き切り抜きます。はい、切り抜きました。これを土台として使います。青または紺色の画用紙を用意します。筆を使い黄色い絵の具をのせていきます。筆先を使いちょんちょんと小さい星を描きます。ところどころ少し大きい星も描きます。筆を横に引くと流れ星にもなります。筆先をもう片方の手で持って下に向かって弾くと細かい星になります。星雲みたいですね。はい、背景ができました。トイレットペーパーの芯に横2センチ、縦3センチの三角の切り込みを入れて着物の襟を作ります。それではこれに着物柄の折り紙を貼っていきます。この上下に両面テープを貼ります。芯の上下に余裕ができるように巻きつけ、芯に貼っていきます。巻き終わったら襟の部分に切り込みを入れ、内側に折り返します。折り返すとき、余分な部分があれば切り落とします。丁寧に折り返したら、下の部分も同じように折り返していきます。折り返し終わったら、めくれないように何箇所かセロハンテープで留めます。はい、貼り終わりました。織姫のスカートを作っていきます。色の違う花紙を2枚重ねます。半分に折ります。折ったら切っていきます。
はい、4枚になりました。横に長くつなげたいので両面テープを貼ります。はい、長くなりました。それではこれらを重ねます。ここに両面テープを貼ります。赤の花紙を切ってピンクより少し短くします。今度はこれをプリーツに折っていきます。はい、折りました。ここにセロハンテープを貼ります。テープを貼ったら裏返してテープを折り返して留めます。はみ出したテープは切り落とします。プリーツスカートができました。芯に巻きつけていこうと思います。帯として青いマスキングテープを用意しました。はい、かわいいスカートになりました。今度は彦星の袴を作ります。織姫の作り方と同じように色の違う2枚を重ねて半分に折ります。水色の花紙を少し切って黄色の花紙より短くします。裏側も同じように切ります。これを半分に折ってその折り目に合わせて両側を折り返します。合わせたところをテープで留めます。これを袴として芯に貼っていきます。また帯として青いマスキングテープを使います。はい、かっこいい袴ができました。これで織姫と彦星の衣装ができました。肌色の画用紙に
半径 2.5 センチの円を描きます。いらない厚紙を使って裏に糊で貼ります。厚紙に貼ってから顔を描き、最後に円を切っていきます。この画用紙に織姫と飛行士の顔を描きました。髪の毛はいらない紙で型紙を作って黒画用紙を切り抜いて貼りました。元に描いた円を目安に切り抜きます。織姫は髪の毛をよけながら丸く切ります。髪の毛に切れ目を入れて顔を出します。はい、かわいいお顔ができました。画用紙でリボンと帽子を作り、貼りました。これもいらない紙であらかじめ型紙を作っています。今回顔を描くのにクルリラという色鉛筆を使っています。この色鉛筆はクレヨンのような感じですが、シャープペンのようにねじりながら芯を出すので、一切手が汚れません。次は先ほどの胴体に顔をつけていきます。切り込みを入れるところに印をつけます。はい、挟み込みました。はい、彦星も同じように挟みました。かわいい織姫と彦星ができました。二人の後ろ側にこの靴下のフックをテープでつけていきます。はい、できました。最初に作った円と青の画用紙を用意します。画用紙の裏に厚紙を貼って切ります。次は果物の入っていたものを使います。伸ばして切り開きます。開いたら、ここと、ここの部分を切って幅を狭くします。先ほど厚紙に貼った画用紙のところに2個の穴を開けて紐を通しておきます。この画用紙に網を貼っていきます。円を巻き込むようにして網を巻き、裏返してテープで留めます。天の川は少し斜めにしています。網が垂れ下がらないように両面テープを貼ります。このフックを網に引っ掛けます。織姫も同様に引っ掛けてね。
七夕制作の完成です。時とともに二人の距離が近づきます。7月4日、7月5日、7月6日、7月7日、巡り会えた。織姫の羽衣をつけたい場合は、いらない箱の金色の部分を使って羽衣を作ります。こんな感じに切り抜いて、織姫の後ろにつけるだけです。ペーパーの芯に切り込みを入れ差し込んでいます。おしまい。